というわけで今日はカルネッチがやってきてくれました。毛がなくなったから首輪がゆるゆるになっちゃったね。その後でお父さんに直してもらって、今トリミングが終わってね、ドッグランでこう運動をしてるんですけどね。で、葉っぱついちゃうよ、いっぱい。おー、カルネッチの。喜んでる、楽しそうですね、カルネッチ。以上、楽しんでいるカルネ君でした。